どうもナオチンです。英雄伝説回の奇跡やっていきます。よろしくお願いします。さあ9月26日に発売されまして、30時間ほどプレイしております。そしてラスボスの手前まで来てまして、レベルは98となってます。おそらくあと1上げると、99でカンストだと思うんですけども、どうでしょうか。今日はですね、簡単なレベル上げの方法をやっていきたいと思います。今回のレベル上げで重要なのは装備ですね。経験値アップする装備などは今まで見たことはないんだけども、あれば装備したいよね。で、重要なのはこれです。このね、鉢巻きとかベルトと刻印、このあたりですね。CP が回復するやつ、 CP 回復がついてるアクセサリーを装備してください。これが重要です。一応4人ともに装備しておりますね。で、これを装備した状態でここに行きます。お城の最上階、第9領域ですね。ここに来てください。87とかでも行けるかもしれないんですけども、やはり最上階が効率は一番いいかなと思います。でもって難易度下げてください。難易度を、コマンドバトルをベリーイージー。これ難易度が、上がるにつれて経験値が上がるかなと思いきや、経験値は一緒っぽいですね。なのでサクッと倒せるベリーイージー、これにしてください。レベル上げはベリーイージーで間違いありません。そしてハイスピードモードを、最大の4倍ですね、4倍にしてください。これね、慣れるまでちょっとねゲーム酔いしちゃうこともあると思うんですけども、まあ最初2倍で鳴らして、後々4倍っていう風にやっていくといいと思います。私もね、初日酔いました。なので、まあ2、3倍からスタートするといいと思います。でもって、入ります。で、入ってこのすぐ行けるところに、まあ、このトークンがあれば取るんですけども、トークンと、ポムがいない場合は入ったり出たり繰り返します。で、ポムがいましたらば戦うという感じですね。で、難易度は一番低くってスピードは一番速いのでサクサク進んでいきます。で、ここに来る頃にはレベル70ぐらいだと思いますので、まあワンパンして、戦っていけるかなと思います。OK、もう全て、スキップしていく感じですね。で、1回の戦闘でだいたい経験値1000ぐらい入ります。1000で、98から99までに、2万経験値が必要だったので、まあ、20回戦えば上がる、そういう感じですね。まあ、70から98までに5時間ぐらいかな、それぐらいで、上がりました。うん、まあ、そんな難しいレベル上げではないですね。で、倒しましたらまた戻ります。で、入り直し、もうこれをとにかく繰り返します。で、宝箱は、まあ、基本取らなくていいかなと思います。うん、最初の頃はね取ってたんだけども、もう後々になるとめんどくさくってもう取らないんですよね。とにかくトークンとポムだけ、それをもう一生懸命、目で追いながら倒していく、そういう感じです。倒しました。で、戻って、どこへ向かうかね、風の勇者、出発だ。もうとにかくもうこれの繰り返し、お宝ゲットだ。もう単純作業なのでかなり眠くなります。かなり眠くなるんだけども、まあ頑張っていきましょう。いい、まあ、パーティーメンバーはまあ誰でもいいと思います。まあ自分の気に入ったやつを入れれば間違いないですかね。うん、経験値は全員に分配されるので、ああ忘れた、間違えた、まあ、若干間違えたりしても全然大丈夫です。この扉にだけは入らないようにね、扉にだけは入らないようにしましょう。入ってしまうとちょっとクリアしないといけなくなるんでね。 OK、 もう慣れましたよ。慣れた、もうずっとやってるからね。
冒険の始まりだ。ようやく冒険の始まりだ。あと数回で6回ぐらいかな。冒険ので終わりですね。ようやく終わりだわ。で多分99でおしまいだとは思うんですけども、もしかすると100まで上がるかもしれません、うん、もしかするとね。おそらく99で、打ち止めになるとは思うんですけども。これね、全く出なくなる時もあるんですよ。1分ぐらい、交代交代しても出ないことってあるんですけども、まあ、そのうち必ず出るので、まあ、諦めずにやっていきましょう。まあまあ1分ぐらい出ないってことは結構稀なんですよね。冒険の始まりだ。 OK、 ここで、レベルがマックスになりますね。 OK、 ちょっと待って、100まであるわ。あ、まだ上がる。それでは頼む、あと1回、あと1回で99から100になりますけども、頼む101にならないで、100で止まってくれよ。どうだ、わからん、まだわからん。ちょっと待って、100以上あるわこれ。100以上あるのかい。いやー、ちょっと待って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 、100以上ってなるとなかなかこれ辛いぞ。え、あ、もしかして、あ、そうか、レベル100の経験値がマックスまでなって、あー、うん、そういうこともある、そういうこともある。ちょっとビビった、まさかと思ったけどね。うん、いや、それかもしれない。ちょっとそこまで確かめようか。なんかネクストって経験値があるからね。え、これ100、え、100以上ある。さあさあどうでしょうね。なんか止まらない気もするんだよな。101に行きそうな気もするんですけども、頼む、止まってよ。もうこれ以上ってなるとなかなか厳しいよね。頼むよ、止まってくれよ。あ、101になった。はい、それでは戻ってきました。いやー、100超えるとは思わなかったですね。え、これ何、天井999。いやー、まずもってちょっとそれ無理じゃないかな。なんかダウンロードコンテンツが来て、もうちょっと高難易度の、ダンジョンが来てくれれば経験値が美味しいと思うので、まあ、そうじゃないとここで999は厳しいよ。うん、なかなか上げれないかと思いますけども。はい、ということで今日は、英雄伝説始めましたのでレベルを上げてみました。999がおそらく天井かと思います。で、レベル上げをするにあたって重要なのは、この装備が重要かと思います。CP が回復するハチマキ、ベルト、刻印、このあたりですね。まあ、結構貴重な装備にはなるんですけども、これをつけてやると、わざわざ回復に戻らなくていいので、ものすごくはかどります。はい、まあ、最後まで行きましたらぜひやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。